エストラーズ選手と大晦日試合ができない、まあ、今年戦わずに家族でゆっくり過ごすかなっていうのを頭にちょっとよぎったんですけど、今しかできないこの現役生活の中で、大晦日っていう場は本当、特別な日でもありますし、えー、前回、6月24日の試合を終えて、まあ、ほぼそこからまあ陣営の方にはエストラーズ選手と交渉をしていただいてて。 まあかなり長い時間にわたって交渉が続いてまあいろんな選択肢がこうかけていく中でじゃあ今年の大晦日か日本でえ開催エストラーズ選手と戦えるのかという中でなかなかやっぱりその条件が厳しくてえエストラーズ選手と大晦日試合ができないとなって。 まあそこでエストラーズ選手ともずっと戦いたいって自分自身も言ってますし、まあ、その実現に向かって陣営もチームも皆さん動いてくださってて、まあ、ベストを尽くしたんですけど、まあ、年内は厳しいということで、えー、なって、まあ、今年の大みそかじゃあ僕の可能性としては大みそかじゃあ防衛戦するのかしないのかっていう中で 試合はやっぱり入れたかったですし、まあ、そのエストラーズ選手と戦いたいっていう気持ちの中でそこだけを目指すっていうのはやっぱ自分の中でも違うなとは思うので、まあ、チャンピオンとしてまあ戦い続けて、まあ、もちろん最終的にはそのエストラーズ選手との試合を実現させたいんですけど、まあ、止まれないですし自分自身の挑戦としても、まあ、今年の大みそかも えー、期待していただいている方や、えー、今年の試合大晦日の試合見,て見たいと思っている方たちに、まあ、試合を見てもらいたいという気持ちで試合を決断しましたいやもう2週間とかですかね2週間とか前とかぐらいじゃないですかねうんそこまで苦悩する現実的に時間もなかったですし まあこれまでもそうですけど切り替えて自分自身やっていかないっていう場面があったので、まあ、今回もうんエストラーズ選手とやりたいっていうもちろん執着っていうんですかね実現させたいっていう思いはありますけど、まあ、さっきも言ったようにそれだけはではないですし、まあ、チャンピオンとして今戦える舞台があるならば今年の大みそかも戦いたいっていう気持ちは結構すぐに切り替えてトレーニングももう始めてたので。 切りり替えてやりました、ね、責任感があるっていうそこまでの大げさな言い方ではないですけど、まあ、さっきも言ったように試合を見たいと期待してもらえる方がいるのであれば、まあ、今年のおみそも自分が試合はしたいなと思いましたしまあ毎年させてもらってるんで。 まあ今年戦わずに家族でゆっくり過ごすかなっていうのを頭にちょっとよぎったんですけどやっぱそれは何か違うなとクリスマス家族でゆっくりしてるのも違うし今しかできないこの現役生活の中でこう大晦日っていうのは本当特別な日でもありますし今年もゆっくりせずに今年最後の日に試合をして いいいいい年を皆さんで迎えたいなという,ふうに思いましたね。毎試合そうですけどまず第一に勝たないといけないので、まあ、チャンピオンとしていることが大前提なのでまずは勝つっていうことと、まあ、防衛戦なので皆さんから期待されてることは、まあ、チャンピオンとして圧倒的な差で。 まあレベルの違いを見せて勝つことだと思いますし自分もそれをパフォーマンスとして見せないといけないと思っているので、まあ普段の意識からトレーニングからそういう意識を持ってトレーニングしていますし大、まあ、みさかの日には、まあ、チャンピオンとしての強さを見せないといけないなとは思っています、えー、自分はトレーニングは前回の試合を終えて、まあ、約1か月ほどゆっくりして。 まあそこから基本的な練習だったり自分のベ,ースのベースになるトレーニングというのはもう初めていたのと、まあ、試合がまあ年末なのかいつ頃かかというのは分からなかったですけども、試合が終わった時点で自分の中で、まあ、年内試合するという頭の中でトレーニングはしていたので、まあ、実戦的な練習はどれぐらい前かな。 3週間とか1か月も経ってないと思うんですけどそれぐらいからはもうやっていたので年内試合するっていう自分の思いだったり気持ちがあったのでそこに向けてトレーニングは積んでましたで今も順調にトレーニングスパーリングもしていますし試合に向けていいトレーニングができています うーんまあ、理想はアメリカで、まあ、いつも通りトレーニングキャンプ積むことが理想だったんですけど、まあ、一番はそのエスラーズ選手との交渉がすごく長引いて今年の大晦日やるかどうかという決断も遅くなったので、まあ、アメリカにそのギリギリになっていって帰ってくるという調整のスケジュールよりかは日本で今回は調整してやる方がベストかなとうう思ったのでこっちで。 トレーニングやることを決めました、まあ、以前にも、まあ、コロナ禍の中では、まあ、さらーナーにその中でもう映像を共有してアドバイスしていただいたりしたっていう過去の過去があるのでまあ今のところスムーズにトレーニングはできています結構こういう状況の試合ってすごい危ない試合だと思うんですよね。その辺チャンンピオン自身どうこう認識して どうこう向かっていこうと思っててこと思のかどの,一つまあどの試合もやっぱリスクっていうものはつきもので、まあ、勝負には勝ち負けがあって、まあ、そういう怖さがあるっていうのももちろん分かっていますしまあでもそういうのがある中でやっぱ戦っていけないといけないですし、まあ、リスクがあったりメリットがあったり、まあ、そこばっかり考えてると。 なかなか踏み出せない部分もあるので、まあ自分自身、答えを出すのによりシンプルに考えて、まず試合をしたいのか、したくないのか、まあチャンピオンとして、まあランカーの選手と戦うっていうのは自分の中で当然のことだと思うので、まあもちろんその危険は伴ってますけど、まあ戦って自分が、まあその先の、 実現したい試合があるので、まあ、ここでリスク背負ってでも立ち止まらずに、まあ、挑戦することでまた新たなチャンスが自分にも巡ってくると信じてるので、まあ、その切り開く部分だったり挑戦する部分、まあ、そういった部分を、まあ、僕自身、まあ、試合するっていうことはとても勇気いることですし、まあ、それが何か見てもらってる人にメッセージ になればいいなと思って僕も試合をしているのでもちろん勇気を出してこの試合に臨んで戦いたいと思っています。